私も今、お仕事で結局東京に住んでるんですけど、そうですね、なんかそうなの、そう、飲んで誘いました、一緒に、そうで、まあ、ちょっと美術から正直離れちゃってるんですけど、はい、まあ、制作みたいなこともしてて、はい、なんか、なんだろうな、自分がなんか全然やる気が起きない時とか、そういえばなんか生活リズムが乱れたりとか、またはなんか外部で人と出会ったりとかした時になんか精神的に疲弊したりとかした時、まあ、つまりこう落ち込み気味になった時とかってなんかどういう風にこう自分では処理っていうか対処をしたりとかしてますか？なんかやっぱ波ってあると思うんですね。女性だし特になんか生理とかもあるし、波があるし、そうですね、結構私も波には左右されるけど、なんかこう目標とか間近な何かがあると、それがあると結構動けるんですね。でもそれがなくてもやっぱやらなきゃいけないとは思うんですよ。でもやっぱ義務感にだけ駆られてやるのもちょっと違うかなとか思うんで、なんかやっぱやりたくなった時に美大に来たし、やりたくなった時にやった方がいいと思うんですよ。でもやっぱ常にやりたいと思うべきだとは思ってるので、そういう風になりたいなとは思ってるけど、やっぱなかなか保つのは難しいですよね。